リードス行く先もわからぬまま行く先は決めようよ。皆さんこんにちは、水野千春です。今週はてるてるにいろいろと、あ、聞いてました？教わりたいと思います。先眠いです。あ、すみません、あの、はい、今週は、はい、一応あの舐めたネジの外し方ということで、はいはい、じゃあどこのネジ、ヘッドライトの電球を変えようかなみたいな、変えようかなみたいな、はい、すごいてるてる早速すごいすごいネジを発見したんですけど、あれ舐めちゃってますね。おもう回らないですね。すごい舐めてますね。おお、なんか回せば回すほど私もっと悪化させてはい、まあ、こんな時のためにこういうものを使います。それはニッパーではない、はい、ネジザウルスって言うんですけどもう一回お願いします、はい、ネジザウルスって言うんですよこれはい、ネジザウルス、はい、ガオってことですか。ガオですね、まあ、あの要は舐めちゃったネジを、はい、無理やり、まあ、再利用は考えずに、はい、とりあえず外すの最優先で、はい、こういうのに対処する。そうですね、取り外して、でもこれガオっていくと他のなんかパーツを傷つけそうな気がするんでそうですね、あの基本的な、はい、あのやり方を教えてもらっていいですか。いきなりガオっていっちゃうと、はい、おっしゃる通りなんで、まあ、ちょっと周りに傷がつかないようにこうガム手でですね囲って、そうですね、こんな感じで、はい、大丈夫です、はい、で、ここでもつまめるし、ここでもつまめるんですよ。すごい、側面からも正面からも掴めるような。そうですね、で、まあ、あのちっちゃいネジと大きいネジと挟めるようにこうありますんで、まあ、これぐらいの大きさだったら先っちょでこう掴んで、掴んで、はい、でこれでもうギュッと握って緩む方向に回しちゃえば、わおで、ある程度もう緩んじゃったら先っちょ使って正面から、はい、ちょっと送る、丸いんでこう逃げちゃうんですよね、あのネジの頭が。あ、なんでできるだけ奥で掴んであげた方が、はい、あ、これガムテープ、あの二重三重とかにやった方が心配があんまりない少ないですね。熱い方がいいですね。熱い方が、はい、多分そのぐらいできちゃえばもう指でも取れちゃいますかね。スラッシャーマシン、はい、はい、取れました。はい、取れました。今週のツボ、いざという時にはこういった工具があると便利です。ネジザウルスガオ